していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。エロゲのサオおじさんに転生してしまった、伊藤家シリーズなるいにしえのエルフから発売されたギャルゲーのインスパイアナロー系作品、ジファングの色っぽい実写映像作品って、伊集院かなんかが言ってたけど、話題になったコンテンツとかすぐに作品にする節操のない感じとケツの軽さがモルトベーネって言ってたのを思い出した。そんな感じのネタになりそうな素材は何でも異世界転生させる、そんな感じの節操のない作品、褒めているのぜ。この漫画を解説する前に伊藤家シリーズについて解説する必要があるんじゃないかと思うので、そっちをざっくり解説するのぜ。ゲーム内容は、映画そうよろしく、ダンジョンみたいな学校に閉じ込められた主人公とセクシー担当の JK たち、頑張ってフラグを回収しつつ、お邪魔キャラの用務員のおじさんに見つからないように脱出を目指すネトラレものなのぜ。色っぽいシーンを拝みたければ、わざと JK たちを用務員のおじさんのところに誘導しなければならないっていう、マリオとワリオ、みたいな感じのゲームです。で、このゲームはシリーズ化するのですが、以降の続編は、愛されキャラになった用務員のおじさんがプレイヤーキャラとして、JK たちを追い詰めて、色っぽいシーンを回収するっていう、勇者のくせに生意気だ、みたいな感じのゲームになる感じです。抱き枕になったくらいの愛されキャラ化したのぜ。で、この漫画は、なんやかんやあってギャルゲーの用務員のおじさんに転生してしまった主人公が、癖の強い巨乳 JK ヒロインたちとのラッキースケベーをたしなみつつ、呪いを解くために奔走するっていう実用書。モルトベーネな部分は異様にお上手な作画担当の存在であり、あまりにも作画がお上手なので気になって調べたら、色っぽい実用漫画のベテラン作家だったという、この漫画の作画担当としてこの上ない人選、色っぽいシーンの作画がお上手すぎるし、無駄な線がないので、色っぽいシーンに集中できる、それと裸の作画力がパないのぜ。あと、最近発見したおまんじゅうの法則なのですが、作画がお上手かどうかは、見えるなら女キャラの乳首に現れるって法則を発見しまして、色っぽくない漫画を生業にしている作家って、普段乳首をデッサンしないと思われるから、いざそういうシーンを描くことになった時に引き出しが少ないので、雑なデッサンになることが多いって思いました。まる。次にこの漫画は、ほぼ巨乳 JK しか出ない漫画であり、おまんじゅうが常日頃思うことだが、運よく何か強烈なフェチが存在するなら、フェチを貫いた方が、読者からポジティブな評価をもらいやすいと思うので、好きがあるなら貫いた方がベネだとおまんじゅうは思う。で、シナリオは、まっとうに行けばハゲ散らかしたおじさんになる主人公だったが、たゆまぬ努力により普通のおじさんになることに成功した主人公だが、呪いにより、射精をすると一時的にハゲ散らかしたおじさんになってしまうという呪い？もち、この呪いをなんとかするために物語の舞台である女子校に潜入。そこにある呪いを解くためのアイテムを手に入れようと高校教師として侵入したが、そのアイテムは攻略対象の誰かが持っているという感じ。なので攻略対象を攻略しつつというドタバタラッキースケベーコメディを始めるという感じの漫画。この漫画は、射精すると不審者になってしまうというストッパーが備わっているので、全年齢向けの作風に仕上がっているし、最後まで致さない。この手のナロー系作品で、こういったストッパーを作ることで、最後まで致さなくても仕方ないよね、って作品結構増えたなって印象なので、あくまで印象です。作画がくっそ上手だし、ノリは軽い感じだし、オチも面白いし、しっかり有名漫画のオマージュは入ってくるし、何よりサイコパスショタスキヒロインの性格デザインとかぶっ飛んでてべね、ギスギスオンライン、すっごく緩い感じの作品、内容は宇宙人が作った超絶クソバランスの没入型クソゲーの世界でコメディをするという感じの作品であり、主人公のやられたら倍返しが色々なコメディをするという感じの漫画、漫画として主人公を倍返しにしている部分や、この MMO のゲームの世界は、騙されが当たり前の文字通りギスギスするオンラインゲームであり、しっかり報復をする部分は今風だしでね、電車内の暇つぶしに最適な作品、異世界王朝物語転生したらネクロマンサー扱いされているわけだが、それも悪くないかと思い始めた。ひねりが効いてて神秘性のある作品でべね、内容はテンプレ的にネクロマンサーなる死んだ生物の魂とチャネリングできる能力をもらった主人公が、ネクロマンサー殺す、慈悲はないという感じの世界で、プルプル、僕は悪いネクロマンサーじゃないよ。を始める漫画。漫画として面白い部分は正攻法で攻めるなら、ガメをベラした生物の未練という名の依頼を達成して成仏させてる方法がベターであり、それができるのが主人公みたいな設定。ヒロイン候補のエクソシストとかは拳で成仏させるタイプなので、やり方は物理よりという感じの個性の描き方がベネ。また、この漫画の作画担当とこの漫画の雰囲気とかがよくマッチしており、作画担当の前作の、僕は君を太らせたい。
という可愛らしい作画の漫画がこの漫画の異世界ものとよくマッチしておりベストチョイス。シナリオも作画もアニメ化するには申し分ないのだが、タイトルが地味というか、面白いんだけどこの漫画はアニメ化しづらいだろうなと思える作品。派手さというか引きが弱いのぜ。アニメ化するなろう系って、なんやかんやあっても引きとかタイトルとかが面白いと思わせるような引きの強さがあって、そういったクリックしたいって思えるような作品の中で、作画とシナリオが一定以上面白い作品がアニメ化する傾向にあるのぜ。死に戻り霊場のルチェッタ。シナリオは少女漫画の作家が作ったナロー系作品。内容は、貧乏貴族の女が主人公で、こいつと婚約したいという金持ちの逆走君が現れて婚約。なんやかんやあってこの婚約者と多分仲良しした後に死に戻り、2回目の人生では、お小遣い稼ぎに占い師を始めたら婚約者の逆走君が占いの館に偶然現れて実は婚約者のことが大好き。なのだが、本人の前だと思春期が発動して嫌にしか言えない心の病なんだという感じが発覚。ここからこの逆走君とのうだうだコメディ恋愛が始まる漫画。タイムリープという部分はナロー系を踏襲しているが、何か1回目のシナリオで山火事が発生するとか飢饉が発生するとか家族がガメをベラするのを回避するというような悪役霊場もののテンプレもなければ1回目で断罪されるわけでもないので、ナロー系のタイムリープの要素は入っているがナロー系ではない。今はもう貴族の霊場のタイムリープものといえばナロー系って感じだからそう思っちゃったのぜ。アラバスターの季節、おまんじゅうはジファングのアートを題材にした作品が、苦手なんだなという感じの作品。山下清が発かな。内容は、離島でブラックアートに日々勤しむフラストレーションの吐き出し方がわからない。ホモの兄ちゃんが主人公。このホモの兄ちゃんの高校にセクシー担当の美術教師が現れてグラフィティするくらいならキャンバスの上でやれ、という感じから始まるモラトリアム漫画。このという部分は、おまんじゅうはジパングの芸術教育だったりその芸術教育が与える風潮が苦手なので、そういう弊害がこの漫画から感じられるので苦手。ただし、その部分はおまんじゅうが勝手に弊害だと思っている部分であり、そうじゃない価値観もあるので、あくまでもこれから話すことは一つの価値観。まず、グラフィティはバンクシーが現れたことによって価値のあるものに昇格してしまいました。なので、ジパングではありえないが少なくともヨーロッパやアメリカでは、犯罪であるが、アートでもあるというグレーな立ち位置なので、ジパングにおいては最もだが、落書きするならキャンバスにしろ。というのはグラフィティアーティストの可能性の目をつぶす行為になることもあり得る。でも犯罪なのぜ。ジパングで次のバンクシー目指すのはやめた方がいいし、ほぼ絶対に無理なのぜ。そもそもバンクシーは、エゲレス出身で、エゲレスだからうまくいったのぜ。ジパングでは、警報に接触するアートは、絶対に成功しないのぜ。次にアートはすでに待ち得る。筆跡って言ってどれだけキャンバスに制作時間を費やしたかによって価値が決まるってステレオタイプなのぜ。からは卒業しており、ぶっちゃけ AI プログラムして AI に作品作らせたっていいので色盲だろうが、目くらだろうが難聴だろうが、絵が下手っぴでもぶっちゃけ関係ないし、キャンバスにデッサンなんかしなくてもいいし、粘土や石をこねくり回す必要もない。こねくり回してもいいのぜ。むしろ色盲が作った作品の方が話題性がある分、量産型のアーティストが作る作品よりも価値がある。なので、色盲だからアートするのを諦めたとかは、そういうの間に合ってます。という感じで言い訳でしかない。何がジパングのアートは終わっているか？というとすでに主にコーカソイドたちはとっくにアートをもっと深く進歩させた価値観や概念として捉えているのに、ジパングのアートは時間が止まっており未だに主にコーカソイドが2000年前に通過したことをやっており、その風潮がジパングの芸術関係全体に浸透していることである。こんな感じでアートに対する価値観と思想が合わないので、ほとんどのジパングのアート関係の漫画はおまんじゅうには合わない。ただおまんじゅうは、どちらというと思考がジパングとは合わないだけで、うちらは無機物だから是非もなしなのぜ。この漫画はこの漫画なりに、書きたいもの、みたいなやつだったりとか、作品は傷跡を残す行為だ、みたいなことだったり、割とジパングの美大で長続きする人たちがやりたいテンプレみたいなことが出ててべねって感じで、この漫画を通して、ジパングの美大に合うタイプの人間がどういう思考回路をしているのか、とかどういう価値観やイデオロギーを持っているのか、を知ることができるし、例えばコンセプトが、作品は傷跡を残す行為だ、だったらそれを表現できるようになるならそれはそれでいいと思うのぜ。作品として、とても上質なモラトリアム漫画に仕上がっているし、作画もクソ上手だし、読む人が読んだら面白いと思える作品してるんじゃないかな。それと普通に面白かったというか、ジパングの美大生っぽいなって思う感じは、メインヒロインが女教師って部分で、ギャルゲーだと28とかはもう引退って感じの非常に差別的な世界なんだけど、やっぱそういうの、好きなんすねー。って感じの、太陽の季節、っぽい感じがでね。ジパングのアートにフィットする人々って、女教師とか好きそうなのぜ。偏見。